はい、こんにちは。カタカタフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日は、実は漁師さんの家に来ました。明日エリがあるんで、まあ、新しくね、昨日おとといかな、網を張り替えて、でこれシーズンによってね、アユの大きさ、ヒグマの大きさがどんどん成長して大きくなるんですね。なのでその規定に従って網目をね、どんどんその季節季節でね、網目のサイズが変わるんですね。でその次の段階の少し網目が大きいタイプの、網に張り替えたばかりなん でしかも今日南風がすごく強かったんで、だいぶね、なんか期待できそうやろっていう話だったんで、明日エディの漁に行きます。今日はね、いつもね、深夜に寝ついて数時間しか寝れないんですけども、今日はしっかり時間があるんで、のんびりしてます。で今日ちょうどね、まあ、あの鯉のシーズンということで、今日はね、練り餌を買ってきたんで、これをつけて加工なんで、ここにね、しばらく夕方ぐらいまでぶっ込み釣りをしとこうかと思います。で雨降ってきたんでね、ここに車持ってきて、車の中で昼寝でもしながら待とうかなと思います。ここにしましたここやったらね、さすがに気づくと思います。いやー、もう1時間半ぐらい待ってるけど、全く当たりがないですね。ただね、50メートルぐらい大きいでね、大きな鯉の背中が見えました。なのでね、いることはいるんだけどね、釣れないねはい、こんにちは。カサカサフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今、漁師さんの家に泊まってるんですけども、今連泊中ですそして今朝なんですが、昨日ねすごい雨降ったんで、近所の川に鯉がね、上がってきてないかなと思って、今車でゆっくり走りながらね見てたら、この浅いところに今パシャパシャやってたんですね。ここです。なので、ちょっとね、ここ今から見に行ってみたいと思います。野鯉がいるといいんだけどね。でもいても、ここはねちょっとね、捕まえられそうもないポイントなんでね、観察だけになっちゃうかもしれないんですが、行ってみたいと思います。なんか銀ブナっぽいやつはね、パシャパシャやってたんでね、ちょっと見てみたいと思います。ただね、思ったよりも寒いです。うわー、あそこ、あれ鯉やね。鯉いるの分かる？鯉いるよ。うわ、そこもな、いっぱいあちこちで半端ないよ。これ野鯉いるね。これ絶対産むと思ってたんだよ、昨日。あ、そこ産んでるね。もうあちこちで、あちこちバシャバシャなってて、もうカメラが、うわすごい、向こうもこっちも、あ、鯉だ。そんな大きくないね。なんか中くらいのサイズの鯉が多いな。いるね。これ野鯉かな。あ、野鯉やわ。体高すごい低いね。むちゃくちゃ細いわ。うわ、これ野鯉やね。映ってるかな。映ってる。これ、これです。これすごい細長い。これ掴みてえな。うわ、むちゃくちゃすごい、すごい、あそこもバチバチやってる。これどうやって撮ったらいいんだ、どうやって撮ったらいいんだ。カ
ハゲがね、今日も後ろから太陽が上がる、東から上がるんで、これに西側なんだよね。この前の本物子と一緒だよね。あれ反対なんで、に西側に沈んでいく時やったんで、自分が東側にいてね、魚がさらに東側だったんで、影が入っちゃうね、すぐ。これね、苦手だよね。うわ、すごすぎる。ちょっといっぱいいすぎて。生魚かな？ああ、こういう船か。うわ、すげえ。下見しといてよかった。あ、これ銀ブナかな？網つり火してるね。半端ねえ、ちょっと。すごいなあ。オスがひたすらね、お腹をつつきながらね、メスを押していく感じかな。もうすごい向こうは、1,2,3,4,5、5箇所ぐらい。半端ねえ。半端ねえです。これ、ノーイやね。影が。いや、取りてえ。取りてえ。うわお。すげえ。うわ、あ、なんかもういいね。移動すると反対でやるからね。もうどうしたらいいんだ。あれは大和っぽいな。結構背がね張ってて、うわすげえ。でも細長いなぁ。言うても細長いね。さて、どうやって撮るこれを。追ってるね。あー、でも細いな。あれ、長いやね。のごいっぽいね。すんごい細いね。長いね。うわー、作造さんの言う通りだね。ペアだ。オスが明らかにみんな小さいね。これのごいだね。うわ、すげえすげえ。映ってるかなー。これドア見できないね。漁師さんとこに借りに行って、カゴを借りてきて、一匹ぐらい捕まえたいよね。濃いね。ノゴイッチを捕まえたいな。すんごいやってますわ、すぐそこで。はい。どうぞやっとる。やってるんですけど、浅くて、あの草がいっぱいヨシが生えてるんで、もう、例えばトアミバサッと行っても、網はもう引けないじゃないですか。いえ、帰れ。襟の船に行きゃい、来なきゃこれ、タモ入ったんよ。ああ、はいはい。あれ持ててんよ、あれやってんよ。あれで救いますからね、バラッと。もうこうやって言って、ドーンと、ゴーってやったら。本当ですか。友の方に乗ったはずだけど、エンジンの後ろ。はい、はい。それと、おけもりが長屋の。これ、はい。これか。これはでかいな。これでやります。海外魚駆除の樽やね。漁師さんに借りました。どうですか、わからんが、やらないよりはいいね。そこいるな。
ってる。そこいるよ。そこいるよ。いる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 。ここにいるよ。ここにいるけど、どうやって撮ったらいいの。ここにいる。いる。いや、どこ行かな。でかすぎる。押すだけ。うわ、押すわ、取れない。あ、銀ブナだ。あ、見頃やね。プロオスの先生ですからね。銀ブナって面白かったんだな。見頃です。ノゴイやね、これね。はい、とうとうノゴイ取りました。やったよ、取ったよ、ノゴイだ。これは多分ノゴイだと思います。で、ヤマトはね、まあ、結構一般に言われるのはすごく体高がね、ここ背中がビワッとねあって、かなり体高高いです。で、それに対してノゴイはね、こうほとんど同じ太さでね、ずーっと来て、で、このビヘイブですね、ここがヤマトは体高があるんで、ここからシューッとね、結構くびれてるんですけど、割とこう寸胴ですよね。なのでビヘイブもすごく太いんですね。太く見えます。それからあと尾びれがね、結構尖っているっていうのが言われてますね。で、いや、ヤマトはやっぱ改良品種に近いんで、結構まん丸のね個体が多いんですね。それからあとこの胴をね、ここを例えばズバッとこう包丁で切った時の断面ですね。ヤマトはこの断面がやっぱ背がね、体高がたくさんあるんで、断面が細長い楕円形をしてるんですけど、ノゴイは、細いんで断面が、まん丸なんですね。円に近い、まあ、完全に円ってことは絶対ないんだけど、それに近い存在なんで、そんな魚なんですね。で、まあすごく、あとは性質的にはね、警戒心が強いって言われていて、なかなかね、普段人の生活圏内にこう入ってくることがないんですけども、それでもこの産卵期に限っては、近寄ってくると、そんな魚です。で、あと背びれのね、121ぐらいということで、ついにノゴイ、ノゴイかっこいい、かっこよすぎる。で、これはメス個体です。ざっと40、60、75センチぐらいですね。
かっこいい。これ琵琶湖の深いところに普段いてね、もう昨日の雨で確実にね川濁って水量増えてこれ上がってきた個体ですね。長いね、すごい長いです。まあ近くのね河川とかにいっぱい泳いでる鯉を見てもらうと、もうすごい背がねビヨーっとこう立ってね、こんなに低いね寸胴な長い形はしてないと思います。まあ、ただあとなんか話によるとこの交雑種ですね、ハイブリッドですね、もう結構いるそうなんで、まあこれがねどうなのかっていうのは分かんないんですけども、そんな魚です。これはすごいね。うわ、これメスの大きな個体なんですが、軽くね圧搾するとこのように卵がブル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 出てきます。これがノゴイの卵です。いやーじゃあ電波映んないね。やったー、ノゴイって、よいしょ、いやー、かっこいい、かっこいいすぎる。こっちちょっと狭いもんね。あっちの大きなとこ逃がしてあげようかな。ちょっと行き止まりや。ここに逃がします。いやーじゃあ、うわかっけー、すげーかっけー、ノゴイだねこれは、間違いないです。多分違ったらごめんなさいだけど、もうとにかくノゴイということで、やべえ、すげえ興奮した。オスのねいい形のが、それからねちょっと鯉の卵を持って、ここ、あこれですね、この辺そうかな、ちょっと映してみようかね。はい、この辺り鯉の卵がたくさんついてます。いっぱいありますね。すごいよ、いっぱいあります。半端ないねこれ。いや、やばいっす、もうむちゃくちゃ嬉しいっす。今ね4日間ぐらい、漁師さんのところにね泊まり込んでね、まあいろんなことさせてもらってて、せっかくなんでねこれもう撮れてよかったです。まあそんなのも含めて、この動画にしていきたいなと思います。いやー鯉も釣りも粘ったけどね、全然ダメで、でも魚は通過してんだろうなと思ってね、よかったです。この前のね琵琶湖の吉原の産卵、あれの経験がすごい生きたなと思います。ここぞっていう時にね一斉にあちこちで始まるんで、もうこれ何回も言っててねちょっとくどいかもしれないけど、もうそういうもんです。で今日はニゴロブナですね。で鯉と一緒にニゴロブナねくっついて泳いでましたね。であとギンブナと思われるね、結構体高の高いねヒワラも、鯉と一緒に追尾して泳いでるんで、多分ああいう時にね鯉の産卵とともに、ギンブナね産卵するんじゃないかなと思います。なんかすごいいろんなものを観察できてね、でカメラではさすがに映ってないと思うんですけど、肉眼やとすごいよく見えるんですけどね、反射しちゃったりしてねカメラだと映んないんで、その辺も含めてなんかいい体験ができたなと思います。そこもいるね、産卵してるわ、船だ、そこやってるやってるやってる。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。やった、これでノゴイ編はもうほぼ完結かな。はい、ということで、今日もありがとうございました。それではまた。